はい、楽ゆる、また始まりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。あれ、このさ、はい、タイトル、はしょってるじゃないですか、ね。うん、もうね、その辺もゆるくいこうという、そういう。まあちょっとね、長かったですもんね、それ。誰も聞いてねえよっていう。誰も聞いてないことはないでしょ。あ、聞いてる。誰も聞いてる、聞いてる、聞いてる。土屋さん、なんか、キャンプの帽子ですか？あ、はい、はい、はい。あ、よくぞ言ってくれます。はい、はい。いや、キャンプ行ってきたんですよ、この間。はい、あ、そうですか。この間行ってきて、はい、あの、見てきましたよ、今のイーグルスのね、もう頑張りを。この競争激しく今江監督のもとなってフレッシュな陣容が、フレッシュな陣容いたっけな、まあまあまあいましたね、あの新戦力いました、うん、いましたいました、いました、ピッチャーの方に多いですよね、ピッチャーの方に多いですか、小蛇とか、小蛇くんとか松田くんとかね、ポンセとか、ポンセさんはいきなりポンセさんですか、最初からいきなりポンセさんの話します、まあ実績ありますからね、そう、あ、いい球言ってましたよ。しかも4、どうかな、肉眼のスピードガンでは45ぐらいはもう出てたから、あのライブ BP ってあの、ランチ特だね、はい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 、をやってて浅村と阿部に投げてたんですけど、まあ球速かったですねやっぱね、でカットボールいろいろ投げてて、まあまあまあ仕上がりよくやってくれそうですよ。3番手ぐらいでいけますか、先発まずはね。本当、じゃあ分かんないけど、まあまあ開幕ローテには入るぐらいの、ああ入ると思う、うん、だまあ怪我だけね、そこだけ、まあ、そうっすよね、まあらしいっすよ、大丈夫、怪我し多少怪我しても我々1点数で慣れてますから大丈夫っすそこは、ね、それはね、免疫できました、一番強いの出してきたっすね今ね、そうっすね、カードね今ね早めにね早めになるほどなるほど、あとはあれです、誰だっけ誰だっけ思い出して。セミヤ君とか、ね。あ、セミヤ君、はい。今年は。ね。マックス161キロ。そう、今話題の。なってますけど、どうなんですか、ビュンビュン元気よくやってるそうです。うん。元気でした。いや、僕がね、金に行ってる間ね、セミヤ君ね、ピッチング、ちょっとしてなかったんですよ。たまたま。たまたま。もう一周、一回回ってね。一回回って、ちょっと落とした時だったのかな。なるほど、なるほど。でもね、その後のあれでも159キロみたいな。僕ね、だから、コーチしてるときに、セイミヤ君が、まあ2年目、はいはいはい、1年目、2年目ぐらい高卒のね、はいはいはい、ひょろーっとして。でしたよね。まあ、背は高かったんですけど、ひょろーっとしてて、たぶんね、確か140前後ぐらい。うん、うわ、どうしたのかな、この子っていう。うんうん、で僕、まあでも、野手のコーチなんで、別に何も絡み、言われるんですけど、ね。言わないですけど、かなーって。言ってまあね、今見たら知ってます？なんかガソリンタンクみたいになってますね。すごい体してますから。こんなんなって、全く別人。で159、160キロでしょ。まあね、うまくいって、まあ中継ぎでしょうけどね、去年は中継ぎでしょうけどね。2軍でセーブ王ですか、イースタンの。なんで、まあ7回、8回とかにね、うまく入ってくるぐらいになってくれれば、オープン戦で結果出したりなんかして。ああ、まあ今シーズン中にそこまでいったらもう大成功ですよね。まずはビハインドとかぐらいから。まあね。まあまあその前にまず試合が登録されたんですけどね。まあうまくいけば去年のうちみたいなイメージでステップアップ。あ、そこまでいったら、そこまで。マックス。そこまでいったらマックス。すごい。じゃあとりあえず支配下をね。うん、支配下を目指していただいて。あとは、あとね、はい、まあ、新人選手、はい、はあ、なんか松田君とか意外といいって、松田君いいですよ、個人的には大好き、ピッチャーとして、はい、投げっぷりっていうか、はい、手足がすごい長くて、うん、なんつうんだろうな、誰みたいっていうの、あのオリックスの本田としてわかります、背番号46、わかるけど一般の人はなかなかわかんないかな、手足が長いから、うん、バッターからするとあれ結構近いぞっていう感じっていうイメージですか、うん、そう、手が長いとこう、なんていうんですかね、こう、しなってくるんで、なんかバッターってこう、ウィーン、パンって投げられる方が打ちやすいんですよ、圧倒的に。で、こう、ウィーンってこう、ね、しなられてない、来られると、タイミングがうんってなる。それで、ダーンって来られた日にはもう、わけわかんなくなるんですよ、タイミング的にはね。だからその感じをちょっと持ってる。おでもバッター目線で見たらすごく嫌なというか、まあ、ピッチャーらしいピッチャーだという感じはしましたよ。だからもうちょっとこうね、プロの体にというか、ちょっとこうまだナイススタイルなんで、なるほど。ナイススタイルだから、そこはまあもうちょいかなっていう感じはしました。でもいい球投げてた。
じゃあそっちもまあ途中ぐらいからでも戦力に、ね、うん、なってくる中継ぎですかね。可能性、うん、中継ぎだと思う、うん、中継ぎだと思うんですね。なるほど。小蛇くんどうですか。小蛇くん、なんで逆に聞くんですか。小蛇くん一番あれしてないですか、インタビューとか。してない、してない、絡んでない、絡んでないんですよ。絡んでない、うん、絡んでない。まあでもあれですよね、球の速い星野信之さんということで我々はね。そうそうそう、うん、しし、ね、間違ってないかもしれないですね。まあ、たま、ブルーペンキャッチャーの長坂さんに話聞いたら、うん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 、あ、やっぱいいよっていう、うんうん、でその若干ね、若干いい時とこの、うん、いい球と悪い球の、まあ、差がちょっとまだ激しいけど、あ、うんうん、かかった時の球を、うん、おっっていう球来るよっていう情報はいただきました、うん、それをどれぐらいね、その確率よく いけるか。まあね、高野選手あたりはね、うまいことローテーション入ってきてもらわないとぐらいの期待はね、うん、ドラ1ですから、うん、今年はね、特に先発ピッチャー、うん、ちょっと渇望してる部分が多分、ね、ね、あると思うんで、うん、うん、そこにスッとこう入ってきた、だからタイミング的にはすげえいいと思うんですよ、うん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 、まあね、早川くんとか庄司くんとかがね、うん、今引っ張ってくれるかなっていうようなね、世代交代期に入ってきてるタイミングですからね。そうそう、しかもね、うん、年齢近いじゃないですか、早川庄司、うんうんうんね、だからこういいちょっとした兄貴分として、うん、し俺たちでこうイーグルス回そうぜみたいな感じになってくれる、なってくれればね、うん、なるほどなるほど、すごい面白いです、うん、あと野手の方ですけど、ええ、あの今江監督が MVP だと、はいはいはい、あのご指名した平選手、平さんか、はい、結構いいんじゃないですか。どうなんですか。いいですね。いいですか。打ってますね。打ってます。うん、振りがいいですか、やっぱり。振りね、うん、まあ細かく言うとちょっとあの尺入んないんであれなんですけど、はいはいはい、あの、うん、まあいし、ブンってしっかり振れるところはいいとこですね。まずはね、うん。なんか変に当てにいかないというか、うん、まあそこはいいとこかなっていう感じはしますね。うんうん、あとまあ対応力とかっていう部分は、うん、まあ結果出てるんで。うん、いいんでしょう。だからアップしてるんでしょうね。うんうん、去年見た、去年の春もね、うん、まあ、ちょっと見ましたけど、うん。で、去年のシーズン中は2軍。うん、で、まあ、ずっと練習して、まあ、対応力の部分はレベルアップしたんでしょうね。うんうん、まあ、そのパンチ力があるね、バッティングっていうところが持ち味という触れ込みに来たわけですからね。うん、その辺うまく発揮してくれれば。パンチ力はどうなのかな。あ、そうでもない。まあ、あのプロに入ればですよ、うんうん、プロの中に入れば、うん、まあ、パンチ力あるっていうのは、まあ、いわゆる浅村とか、あ、まあ、あのクラスね、あのクラスだとパンチ力があるよねっていうふうに、小力ぐらい、うん、かな、厳しい、これね、結構いろいろ表現の段階あるんですよね、我々の中でね、僕は今すごくマイルドに、うん、あの表現してますけど、うん、まあ、パワープロだと E とか、うん、いいか D ぐらいかな。いいか D かな。浅村クラスだと A とか S とかね。A です。A かな。安倍とかで C とか D とか。まあ C か D ですね。うん、みたいな、うんぐらいか。なるほどね。分かりやすい。さすが。はい、さすがパワープロスね。まあでも、ね、サードさすがに浅村選手いるんで、うんうん、そこはさすがに厳しいでしょうけど、うん、まあ右の外野手ってね。うん、そう、レフトやってるんですよ。うん、僕ね、沖縄行った日にこうパッて見てたら、うん、なんか見た、取り方ね、はいはい、見たことない取り方する人いるなと思って、うん、思ってた平君、うん、まあ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 普通にこなしてたかな、うん、その後もシートノックはずっとレフトに入って、うんうん、でその後まあ内野に入ってましたけど、まあ、かあの特殊もしてましたし、うん、岡田コーチとも、あ、なるほど、やってましたしね、はい、うん、まあ、頑張って慣れようとしてましたよね、うんうん、まあ、島内選手が DH に回った時とか、うん、まあ、あと小郷選手もちょっとね、出遅れ気味っていうところもあるんで、うん、まだまだね、うん、もしくは、ね、島内ライトもできるんで、うん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 、島内ライトで、でも、うん、っていうパターンもあるかもしれないし、いろいろ模索するでしょうね、こっからね、こっからです、うんうん、まあ、争い2塁みたいなことでもいいですかね、うんうん、可能性はあるですよね、うん、まあ、内野で一番激しいっつったら2塁、2塁、うん、一塁安倍翔と村林みたいな感じなんですよ。一塁？安倍じゃないの？一塁。いやー。でもない。まあ第一の可能性もあるし。ああ、そうか。鈴木大地いたか。すいません。すぐ忘れちゃう。鈴木大地は。模擬もやってるんですよ。ファースト。ああ。シートンク入ってるんですよ。
だからモギアだから二塁もやってるでしょ、うん、でサードもできるじゃないですか、うん、どこすんのフランコは一塁、僕が見た限りでは一塁だけ、あじゃあモギが今までの第一枠みたいなこの、うん、どこでもやるみたいな、うん、なってしまうプラス二塁、僕が見たあれでは二塁にモギ、小深田、黒川、うん、この3人、うん、たまに山田、あたまに山田、たまに山田、でも山田君はショートが多かったですけど、ね、あうん、ショート大体ショート、うん、やっぱ二塁の争い激しいっすね、激しそうっすよ、激しくなりそう、うん、だ決め手が何なのかになってくるでしょうね、うん、だからチームとして打撃をちょっと優先するのかとか、うん、うん、守備の方なのかとかっていうところで、うん、どのくらい、うん、その3人がアピールできるかですよ、ね、トータル的なところで言ったらやっぱり小深田、うん、一番って小深田みたいな争いかな、トータルで言えば小深田から、うん、その他が黒川、黒川茂木、うん、でも茂木もだから本来の新人の頃のような、うん、まあ、その後何年間かのようなバッティングをしてくれると、うんうんうん、もう模擬でしょ、まあそりゃそうですわっていう感じですよね、でしょ、うん、いや分からない、ちょっとどうなるか、うんうん、でも土屋さん的には模擬選手結構バッティングもいい状態いい、うん、まあ喋ったんですけど、うん、まあ、本人の手応えも結構あるみたいで、うん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 、いいんすよねつって、うん、2つポイントとかちょっと変わったなっていうところが、うんうん、タイミングちょっと早めに取ってるのと、なんかね、こう新人の頃みたいに結構こうゆらゆらしてるんですよね、だん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 こうカチッとこう構えるようになってたんですけど、うん、確かに今年結構ゆらゆらしてこうピョンっていうのがちょっと復活してきて、うん、タイミングの取り方にちょっと幅ができたっていうか、うん、かなり早めに取ってるんですね、特にあの練習の時は、うんうん、これはいいっすね、やっぱね、あのモディペギエロって忘れられないですからね、あの 1,2 番ね、強烈だったね、あれはすごかった、もう一回ペゲロちょっと呼んでいきましょう、170m だね、本当に170m も飛びます、それカブレラクラスだ、いやでもね、うん、あのくらいの時の、うん、なんていうんですかね、迫力模擬にね、まあった気がする、うん、ね、戻ってきたかな、戻ってきてほしいですね、あとまあ黒川ね。黒川もまあ頑張ってましたよ。うん、黒川もね、バッティングのフォームかな、うん、ちょっと変わったなっていう感じ。ちょっとあの、うん、動かないといけなくなるんで、ちょっと割愛しますけど。うん。うん、なんかあの、バッティングフォーム若干変更あったなっていう感じはしましたよ。うんうん、黒川のバッティングって、どの辺に魅力があるんですか？いや、ないって言ってるんじゃなくて、あんまりよくわかんない。ないって言ってるじゃないですか。言ってない。いや、だって一軍でそこまでさ。うん、まあ、今、現段階で、ね。うん。要は、下半身の粘りでしょ。ああ、うん。一番いいところは。うん。うん、あの年齢、まあ、でも、高卒の時からあれだったんです、うん、こう、うん、すごくこう、体が低くなっても、下半身が粘って、うん、こう、低めをこう、拾える。拾ったりとかね。バ、うん、ッティングができるっていうのは、あれはすげえ、すごいですね。特性ですよ。うん、それがちょっと逆にこう、うん、悪い方に行くっていう時もある、うん、あるんですよね、うんうん、まあちょっと省きますけど、うん、なるほど、じゃあもうどれでもいいですねそこに関しては、ね、練習試合からオープン戦で選び放題じゃないですか、選び放題ですよ、今日誰する、じゃんけん決めてみたいな感じでできるぐらいまでみんな状態上げてくれたらね、ああもう いい悩みですよ、なるほど、首脳陣は今日どうしようかな、全員使いたいなっていう、結構たまにあるんですよ、この状態僕ね、知ってます、僕たまにあの昔コーチしてたんで、あ、そうなんでしたっけ、そうなんですよ、その時に悩んでた、悩んだ時もあります、こうポジションかぶる2人がどっちも状態良さそうだって、うん、うわどっちどうしようかなみたいな、最初の2打席だけ、後ろ2打席だけ、いやオープン戦じゃないですかね、シーズンの話オープン戦みたいに使っちゃうあれですから、あんた守備いいから後ろからみたいな、そういう風にはできない、できない難しい、コーチってね、その使う側のちゃんと理由もね、そう根拠がないとね、納得できないですからね、そう使う理由はやっぱり必要ですね、そうですね、なんか居酒屋の会社員みたいになってきたんで、この辺でやめましょうか、そうですね、うん、はい、この辺にしましょう、ありがとうございました。